摂津市立第一中学校は大阪府摂津市にある公立中学校。当時の三島郡三島町にあった鳥海、味絶、味製の三中学校を統合し、1960年に創立した。現在の摂津市域では最も早い時期に設置された中学校である。現在の摂津市の市域は、1947年の学生改革当時は、 三島郡阿治舌村、阿治聖村、鳥海村の全域及び三宅村の一部をあざに分かれていた。鳥海村では1947年、村独自で鳥海村立中学校を開校させた。鳥海村立中学校は鳥海村立小学校に併設されたが、1954年8月に独立校舎を新築し移転している。阿治村では1947年に、 アジセ村立中学校が名目上開校した。しかし独立中学校としての存立が困難として、淀川農工学校に学校実務を委託していた。淀川農工学校は学校運営が不可能になり、1948年3月に廃校している。ついで1948年4月より、東寺見絶村小尺に仮校舎を構えていた水田立。 第三中学校に授業を委託したが、吹田中は1952年に、吹田市内に独立校舎を建てて移転した。このため村立中学校の独立校舎を建てることになり、1952年9月5日付で、アジセ村立中学校を正式に開校させた。当初はアジ村立小学校内に併設していたが、1953年1月に、 独立校舎が竣工している。味下村の生徒は学校組合立養成中学校へ通っていた。しかし、真下町の調整志向と同時に養成中学校から独立して町独自の中学校を設置することになり、1950年4月1日付で真下町立中学校が開校した。三宅村の生徒は学校組合立養成中学校へと通学していた。 1956年9月30日に、鳥海村、真下町、あじせ村の合併で、三島郡三島町が発足した。これに伴い三中学校はいずれも三島町立となっている。また三宅村は1957年3月に、茨城市に編入されたが、同年10月に、旧三宅村の一部地域が、茨城市から三島町に編入されている。 三島町立の三中学校はいずれも小規模校だった。教科担任制を取る中学校では、それぞれの専門教科の教員が必要で、そのためには、ある程度の学校規模が必要ということや、各校の校舎老朽化、ベビーブーム世代が中学校入学期を迎えることでの校舎対策などの要因が複合し、三中学校が統合することになった。 そのため1960年に三校が統合し、三島町全域を校区とする三島町立、三島中学校が開校した。また開校の際に、旧三宅村の内三島町となった区域を養成、中学校校区から編入している。開校当初は、旧三校をそれぞれ文教場として使用したが、翌1961年に現在地に校舎が、竣工して移転した。 1966年には、摂津市の市政施行により、摂津市立三島中学校と改称したが、1970年には、摂津市立第二中学校が分離開校したことに伴って、現在の公明、摂津市立第一中学校へ改称している。さらに1976年には、摂津市立第三中学校が分離開校している。ありがとうございます。